はい、皆さんこんにちは。日曜日恒例の大人チューブの時間がやってまいりました。本日皆様にご覧いただきたい商品なんですけれども、私たちが着ておりますとのワンピースです。ワンピース、はい、お色は今私がちょっとブルー系とで福原のグレーですね。これはグレー、そうですね、チャコールが、はい、もう一つブラウンがありますので、それを後ほどご覧になっていただこうかなっていうふうに思っております。もうね、春が近づいてきておりますので、こういったワンピースこうね、はい、可愛いかなと思って、可愛いというのと、あとの着やすさ、もうワンピースバサッと着るだけですごく形になりますので、心も体も軽くなってきますけど、体軽くなってきますね。はい、そのためでワンピースをぜひぜひ皆様に着用していただきたいなと思って、オリジナルで作らせていただきました。まず一番最初に身につくのはこのね、前ですね、彼女に閉じてもらってます。私どっちかでこういう感じで着るのが好きなので、今普通の黒の T シャツですけれども、中にいろいろこうボーダーとかね、柄物とか着ていただいてもいいかなっていうふうに思います。でストーンと落ち感がありますので、スッキリと見えるんじゃないかなっていうふうに思ってます。であとは、このサイドですね、すごく結構ね、ぷっくりと空いてるんですね。これ歩きやすいですね。足さばきがね、本当にいいかなって思います。このワンピースの一番皆様に私たちがお伝えしたいことは、このままもう普通にストーンと着るのも全然 OK なんですけど、なんかいろいろ足していくことによって雰囲気が変わりますので、なんかレイヤードの楽しさっていうのを味わっていただければなと思います。でちょっとなんか着てみますね。ちょっと変形なんですけど、こういうベスト、同じようなブルー系でベストと合わせてみたりすると可愛くないですか？可愛いですね。はい、で、あとさっきあれお伝え忘れてたんですけど、ここにね、袖口に、スリットが入ってますので、これで、でもこう伸びてきたらどうなるの？伸びてコーディネートをさせていただくんですけどね、はい、どう？こんな感じで結構季節感長くいけるんで、こう持っていただくと、うん、本当に長くていただけますよね。であとは後ろ、後ろなんですけど、この真ん中にタックが入ってるんですね。この幅ですね、ここをそんなにこうガバッと開かないように見えるよう、見えると思います。はい、それでは、まあ、こういうなんか私は今ちょっと羽織ってみましたけれども、今から福原がいろいろ見せてくれますので、ご覧になってください。はい、ではこちらなんですけど、大人の新作のソーレースのブラウスなんですね。このグレーに関してはちょっと女性らしくしっとりしたコーデにしたいなと思ったんですけど、このブラウスにこのパッターのワンピース重ねたら良くないですか？そこで、お袖ですね。今こんな感じでお袖がぷっくりしてるんですけど、いえ、ちょっとアクセントにこのワンピース、お袖もおしゃれな形なんで、こうレイアウトするとこんな感じで、このパターンのお袖とこのぷっくりしたパターンと、まあどっちしましょう。こっちの方がちょっとなんかきちっと感がありますよね。こっちなんか可愛らしいラブリーな印象で全然違うんで、その日の気分でちょっと甘辛コーデにしようかなと思ったら、こういった形でお袖をレイアウトしましょう。じゃあこれを今度は中にレースをインして、ここをバッと開けてインとアウトで見せ方を変えますね。はい、それではこちらが先ほどのレースのブラウスをインしたバージョンなんですけど、ちょっとカジュアルなんですけど、レースを中にインすることによってエレガントなカジュアル感を少し見せてみました。黒のレースのブラウスにこうやって足すだけで本当にイメージがガラッと変わるんで、いろんな着こなしを楽しんでいただけると思います。はい、お待たせしました。いかがでしょうか。ちょっと着替えてきました。今回はちょっと白のパンツを履いてみました。なんか全体的にこう春らしい靴もね、こうシルバーで合わせてみました。本当にこのワンピースね、生地も厚からず薄からず、シワにもなんかあまりなりにくいような、そんな生地感なので、本当に重宝して着用していただけるんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあこちらがブラウンカラーになります。
かがですか？全然薄着から違うのでタイプいかがでしょうか？それではこちらがブラウンを使った、こちら新作なんですけど、イエローがアクセントになったトップスにこのブラウンのワンピースを合わせてみました。全然印象が違うのでカジュアルに変わります。もう全然開け方もね、ちょっとふわっと開けていただいたら全然ボタン一つで雰囲気が変わりますので、よかったら楽しんでみてください。ではこちらスカーフをほんと巻きつけただけなんですけど、こういった春らしいカラーをプラスオンするだけで、あの雰囲気がもう華やかになりますのでね、ワントーンのワンピースってほんと扱いやすいんで、こうやって結び方一つで全然変わりますので、そうですね、どんな巻き方でもあのこのフードがあるんで対応感を持って行ったら楽しんでみてください。はい、いかがでしたでしょうか。いろんなコーデをご覧いただけたかなというふうに思います。また最後に私もスカーフ、ガラスもスカーフってな感じで、まとめてみました。本当にあの、まあ、私はあの簡単に羽織るばっかりのコーデだったんですけど、福原の場合はいろいろ中とかもね変えたコーデをしてもらいましたので、まあ、2つ合わせてこんな感じであの使えるっていうことをあのお分かりいただけたら嬉しいと思いました。はい、じゃあ今日は長くなりましたけれども、この辺で終わりにしたいと思います。また来週、バイバイ。